様最後までよかったらご視聴いただきたいと思います。 YouTube の方ですね、片目と。今日は巣鴨駅に来ました。巣鴨は、お年寄りの原宿なんですけど、まあ、私も昭和に生まれた世代です、まあ、ここには平成の世代もいますけど、どうもお疲れ様です。雨の中、私たちのその心が、この一回の人生は旅です。その旅をしながらのその歩みを神様は守ってくださいます。心の旅をしたいと思います。
愛を信じてください。この世にそんな愛はあるのか。あれも愛、これも愛、多分愛、きっと愛。しかしそんなことを信じて裏切られてきたんじゃないでしょうか。しかし変わらない愛がある。今日皆さんにそれを伝えたいと思います。その愛は人となった神イエス・キリストがこの地上に来て十字架で表してくださった愛です。
まあ、しかしですね、雨が降ったら傘を差すよ。皆さんの人生、試練がある、悲しみがある、辛さがある、そして人生の最後に死がある、まあ、これこそ最大の私たちにとっての試練ではないでしょうか。積み上げてきたものすべて死は崩してしまうもの。でも人の人生では死で終わりです。そしてやがて私たちはお葬式を迎え、そこで弔辞が読まれる。皆さんはどんな人生ですか？弔辞が読まれるときにあなたに対してどんなことを言ってもらえるでしょうね。今日私たちが伝えたいのは、その死の向こう側にある天国へ行く人生、政府が主導している Go to Travel、 Go to Eat というのがね、今始まっております。私たちが今日伝えるそのキャンペーンは Go to Heaven、 一緒に天国へ行けませんか？今日あなたとのこの場所での出会いを私はとても嬉しく思います。皆さんと出会えたからこそ、今日その出会いが天国につながる、そんな人生をですね、一緒に歩みたいと思います。なぜ巡り合うのか、私たちは何も知らない。賛美歌とか、ゴスペルとかをやってました。よかったです。本当は漫画ステーションっていうのがあったと出会い、ごめんなさい。小学生のお兄さんもですね、バイブルを買ってくれてありがとうございます。またお会いしましょうね。皆さん、イエス。
巣鴨の皆さん、雨の中お仕事帰りお疲れ様です。人生の中で雨というのは辛い出来事、悲しい出来事できたら味わいたくない、そういうことかもしれません。でも雨を降ったら傘を差すように、人生辛かったら今日イエス・キリストに逃げ込みませんか。逃げていいんです。皆さん、多くの人が今、また芸能人の自殺が目立っています。それはなぜか、我慢しすぎなんですね。皆さん、疲れて重荷を負っていたらキリストのもとへ来てください。
さんお姉さんこんにちは。若い人もいる、お年寄りの原宿と言われる巣鴨に今日この日のお金の中、お疲れ様です。マンガバイブ聖書を配っています。どうぞ一冊受け取ってください。雨が降ったら傘を差すように、あなたの人生で辛くなったら、あなたの濡れる思いを抑えてくれるようなもの、それがバイブルです。聖書を一冊手にしませんか。神はあなたを愛しています。
9月第99回内閣総理大臣に菅さんが就任されました。私たちクリスチャンは上に立つ者の政権を応援して祈っております。まあ、しかしですね、一方において政治家がこの世界を変えたという試しはあんまりないんですね。悪くは変えたかもしれません。皆さん、この世界を変えるのは誰ですか？政治家でしょうか？あなたです。あなたが今日変わったら、変わったあなたが世界を変える人になるんですね。皆さん、誰かに期待するんではなく、あなたが変えられて、あなたが世界を変える。まあ、しかしながら、アメリカのトランプさんのために、ただいま菅野駅で、北口になりますけども、ロゴデンとしてます。結構子供とか、が聖書を取ってくれてます。お祈りありがとうございます。皆様のお祈りを、お願いいたします。皆様のお祈りをお願いいたします。北口が祝福されるように、コロナウイルスが守られるように祈っております。神はこの世界を変えるために2000年前にこの地上に来られました。イエス・キリストが世界を変えてました。歴史を変えてきました。西暦2020年、それはイエス・キリストが生きて2020年。神が動いたら世界は変わります。今年オリンピックが行われなかったのに、この流行り病のせい。しかし、神はそういうことを通しても人生を導かれ、この日本を導かれています。こんにちは、モディスお姉さん。漫画バイブル配ってます。どうぞ受け取ってください。世界を変える秘訣、それはイエス・キリストが言われた言葉にあります。私があなたを愛したら互いに愛し合いなさい。イエスが
イエス・キリストは互いに愛し合いなさいと教えられます。どういう愛でしょうか。まず第一に、イエス・キリストはあなたを愛しています。どんな愛。十字架で罪を許すため、あなたのために死んでくださった愛です。その愛を受けて、その愛で互いに愛し合いなさい。そしたらこの世界は変わります。キリストはこの地上に来られました。しかし今は目に見える形ではイエス・キリストおられません。しかしイエス・キリストの愛で互いに愛し合うなら、イエス・キリストの命と同じような愛ならこのここ素直にお年寄りの原宿と言われる、まあ、素直は素直ですけれど、昭和に生まれた人、大正に生まれた人、大切です。そして平成に生まれ、また令和に生まれた赤ちゃんたちも大切です。互いに愛し合っていきましょう。聖書はこう語ります。神様は私たちに、今日救いを与えてくださいます。その救いはあなたに永遠の命を与えます。近くで、その神の愛を今日豊かに伝えます。
シナノの新種そばよりもイエスもそうですよね。菅間の皆さん、こんにちは。神はあなたを今日も愛しています。変わることもありません。雨の中お疲れ様です。神様はあなたを愛しています。近くでチラシを配っておりますので、どうぞ受け取ってください。そのチラシに天国へ行く方法、 Go to 天国の方法が書いてあります。Go to トラベル、何のこと分かんないときはですね、ホームページ見たりするように、どうやったら天国へ行けるか、皆さんバイブル、そしてチラシがあなたに天国へ行く方法を教えてくれます。皆さん、人の死亡率は、死ぬ確率は 100% ですよ。やがて人は死ぬんですね。その時に知りませんでしたで困っちゃいますね。皆さん、今日神があなたに永遠の命を与えたいとおっしゃっておられるんですね。驚く恵み、
はあなたを愛しています。変わることのない愛です。まあ、カモに巣があるから巣なの、でもイエス・キリストはですね、狐には穴がある、空の鳥には巣がある、しかし私には枕するところがない。なぜその枕する場所を放棄して、それをあなたに与えようとしておられるんです。神はあなたを愛しています。今日その愛をどうぞ受け取っていただきたいと思います。神はあなたを愛しています。近くでチラシ、そしてバイブル、漫画、聖書を配っております。どうぞ皆さんそれを受け取っていただきたいと思います。本日私たちの街頭演説とまたストリートライブは約2時間の予定で、前半これで、一旦終了いたしまして、この後また、続きを行いたいと思います。チラシを配っている皆さん、一回ちょっと集まっていただけますでしょうか。お疲れ様です。雨の中お疲れ様です。すみません、少し休憩入りますので、また、5分後ぐらいにですね、中継しますので、よろしくお願いします。お祈りお願いします。ありがとうございます。大変お疲れ様です。もう雨の中で